ザ・ワールド。1年3ヶ月前、俺はそこにいた。そしてオーバンやシノたちと出会った。二人と知り合って、俺は初めて自分の居場所を見つけたように思った。けど大聖堂であの事件が起きて、シノは意識不明になり、オーバンが姿を消した。あの時俺に残されたのはトライエッジに対する復讐心だけだった。俺は力を求めて死の恐怖になった。トライエッジのデータドレインを受けて力を全て失った後も、奴を倒すための力を探し続けた。俺が抱え込んじまった理不尽と怒りで手一杯だったんだ。そして非分使いの存在を知った。使用外の存在、アイダに対抗できる非分使い、その力の具現化であるアバターに俺は魅せられたんだ。でもその一方で、気づけば俺はいろいろな奴らと出会い関わるようになっていた。互いの思いをぶつけることで分かり合えた奴ら、おせっかいで気のいい奴ら、それぞれ理由は違うけど目的を共にする頼れる奴ら。真実を知った時、裏で糸を引いていた黒幕がオーバンだと分かった時も、みんなと出会っていたから耐えることができた。オーバンのアバター、コルベニクの真の力最短が発動し、半存在クビアが出現した時も、みんながいたから乗り越えることができたんだ。その時気づいた。いろいろな奴と出会うこと、それが本当の力なんだってことに。だからその力に最後の決着をつけるため、そしてあいつを目覚めさせるために、俺は再びザ・ワールドに戻ったんだ。久しぶりだな、ザ・ワールドにログインするのは。デスクトップの機能がほとんど変わってね。これアップデートが停止してる。まあいい、用があるのはザ・ワールドの中だからな。ザ・ワールドを起動しよう。障害、それにサービス終了か。急がねえと、ザ・ワールドにログインしよう。久しぶりのザ・ワールドだ。こんなところで干渉に浸ってる場合じゃねえな。まずいな、予想以上に不安定になってる。急がねえと、カオスゲートでエリアワードを入力しよう。佐伯さんから連絡だ。ハセオ、ログインしたわね。
はい、佐伯さん。今、マクアヌのカオスゲート前です。ザ・ワールドの中で改まる必要はないわ。え、けど…いいわよ、昔と一緒で。わかった、パイ。これから行く場所とすべきことはわかってる？デルタサーバー、隠されし禁断の無名窟に行って現在の状況を確認して。了解。私はリアルであなたをモニタリングするわ。それとこれももう一度説明しとくわね。ザ・ワールドは今サーバートラブルや各種不具合が頻発して非常に不安定な状態にある。その理由はわからない。運営側もその回復方法を突き止めることができないでいる。強いて言うのなら、最短の発動やクビアの誕生といった度重なるイリーガルな事件がザ・ワールドのシステムを疲弊させたということなのかもしれない。とにかくこの世界が崩壊に向かっているのは事実よ。そして CC 社は2018年12月31日にザ・ワールドリビジョン2のサービスを終了させると決定してしまった。あと数日の猶予しかないわ。彼の救出は時間との勝負になる。ああ、大丈夫だ。わかってる。成功を祈るわ。あなたと彼のために。わかってるよ。ああ、わかってるさ。ナブが見つけた最新のロストグラウンド、クワホルム大空洞。やっと見つけた。こんなところにいやがって。俺をザ・ワールドへ引き込んだ張本人、データ生命体アイダに感染した妹のアイナを助けるために俺を誘導し、自分のアバターコルベニクの禁断の能力最短のスイッチを入れさせ、この世界をリセットした男、オーバン。あれから1年以上経ってもリアルのオーバンは、インド・マサトは未だに病院で意識不明のままだ。今すぐその氷をぶち割って目覚めさせてやる。ジャスティス。今の俺じゃダメなのか。クソ、落ち着け。何かあるはずだ。オーバーを助ける手段が。待ってろよオーバー、必ず俺がそこから助け出してみせる。あんたが嫌だって言ってもその氷をぶち割って連れ戻す。
やっぱり力を取り戻さねえと、あんたを助け出す。